思い上がるな。この俺がお前と対等になるなどありえない。なら試してみるかよ、今すぐに。いいだろう。ねえ、二人ともやめて。悪いけど、里内での戦闘は禁止だよ。俺は絶対にお前を認めない。誇りにかけて必ずお前をねじ伏せてやる。どういうつもりだ。ただあんたに期待するのはやめたってだけだ。だから俺は俺の道を行くことにした。ああそうだ、だから今は力が欲しい。一つあんたに頼みがある。本当なのか父ちゃん、サスケが俺たちの班から抜けるって。本当だよ。さっき富岳さんが伝えてきた。サスケ君は本日をもって木の葉警務部隊の所属と。はあ、お前ってやつは本当にバカだの。ここは少し喜ぶところだろうが、この任務に志願したのは己を磨くため。今度こそお前を叩き潰しに来るってことだぞ。はあ、それダメ。俺だって修行するってよ。わしも遠くの空から応援してやるからな。うん、ちょっと待てってばよ。修行見てくれる気ねえのかよ。まあエロ仙人そんな。なら俺も連れてけってばよ。なんと名案だろ。これなら道中がっつり修行もできるし。まあわしは構わんが、クシナのやつが何というかの。そんなの説得あるのみだってばよ。さ行こうぜ。何勝手なやつだ。富岳隊長に言われてお前を預かったが、同行の者は皆お前よりも格上。望むところだ。父さんと兄さんを除けばあんたはうちは一の手だれだ。だからこそ志願したと。俺には果たすべき目的がある。そのためなら。余計なことかもしれないが、目的を持つのはいいことだが、強すぎる執着は人をあるべき道から外れさせることもある。俺に干渉は不要だ。3年間世話になった。戻ったか。今や止水に次ぐ力を身につけたそうだな。俺は近いうちにイタチをも超える。ふん、実際に任務についてお前の力を示してみろ。俺は戻った。あの日の屈辱を晴らすために。そして次こそはお前を倒し俺の強さを証明してやる。